理論家栏目、有含有熬核性矿物質的牧林余量、独家賛助播出。We 好的、非常重要。牧林。アイリン説の皆様、えー、こんにちは。えー、それでは今から、なぜ、えー、西木藍の生産っていうのは、難しいのかっていうのを説明させていただきます。えー、毎年、堺用業場では、 えー、約2300万匹の稚魚が生まれます。で、この稚魚、大い,いまあ、生後40日経つと、最初の選別をします。えー、これがまあ、第一次選別と言い,いまして、まあ、例えば、あの、いろんな、オーディションに例えると、えー、2300万応募があって、 そこのまず第一審査っていうような感じですけど、まあこの第一次審査、まあ恋でいう第一次選別が終わると2300万匹から一気にもう75万匹に古い、えー、落とされます。皆さんあの2300万生まれたものがもう最初の選別でもう75万匹になるんです。はい。そして、えー、この一次選別が終わりますと、 今度は二次選別に入ります。まあ、あの、コンテストに例えるなら今度は二次オーディションっていうような感じです。ここで、えーまあ、一次選別で残った75万匹が、まあ、二次選別、いわゆる二次オークション、オーディションの後はもう5、6万匹しか残りません。えー、2300万匹で1回目の選別をするともう75万匹。そして、 二回目の選別でもう五六万匹しか残りません。もう二千三百万匹が二回目の選別ではもう五六万匹しか残ってないという厳しい世界です。そして二次選別の後は今度は三回目の選別に入ります。えー、もうこの三回目の選別で例えば縦鯉ならもう縦鯉になる鯉とそうでない鯉に分けます。 で、えー、大体二次選別が終わるともう三回目の選別で商品と残るして残る鯉が約うもう二万五千匹しか残りません。まあ、この二万五千匹の中にはもう本当に安い鯉も含まれています。で、えー、この二万五千匹の中から約三千匹がー縦鯉として選ばれていきます。えー、去年、えー、うちの三家の親で アメージンググレースっていう親がいます。あの、この3家、えー、50万匹の稚魚が生まれました、えー。50万匹、それが1回目の選別でもう12,900匹しか残りませんでした。そして、えー、2回目の選別が終わるともう729匹しか残りませんでした。まあ、50万匹生まれて もう2回目の選別、言うならば2次オーディション。でも729匹しか残ってないんです。そして、3回目の選別で、縦鯉と、まあ縦鯉じゃない鯉に分けたんですけど、まあ11月の時点で縦鯉として残ったのが154匹。50万から最終的に154匹が縦鯉として残りました。 えー、しかしながら、まあ、11月から、えー、4月まで、飼育していくうちに、あの、オスになるものもいれば、えー、途中で色が飛んだりして、亡くなったりするものもいます。そういったものを、また、えー、弾いていって、最終的に春の時点で、えー、野池に放したアメージンググレースの数は、えー、たったの88本です。 えー、春に生まれた50万匹から最終的に縦鯉として残ったのは88本のみです。まあ、あの、もうお分かりいただけるかと思いますが、それぐらいあの、ニを生産するっていうのは本当に難しいことです。で、はっきり言ってこの50万匹生まれて88本しか縦鯉が残らないっていうことはものすごい、えー、結果としては、非常に悪い。 例えば全部の親がこれぐらいの確率だったら、えー、経営としては、えー、成り立ちません。まあ、あの、こういった悪い、結果の悪い親のもいれば、あまあ、いい子を出してくれる親もいます。例えば、いい確率の例を出しますと、まあ、去年、MISIA っていう親が、えー、30万匹産みました。 で、えー、一時選別をして、えー、約、えー、一時選別で、えー、8300匹残りました。それでも30万から1回目の選別をしたら、8300匹しか残らないんですが、まあ、これ非常にいい確率で、えー、最終的に11月の縦鯉の選別の時点で、えー、約1000匹残りました。 まあ、30万匹から1000匹残れば非常にいい結果としてはいい結果なんですけど、それでも30万生まれて11月の時点で1000匹しか残ってないんで、本当に確率的にはあんまりは良くないです。で、その11月に1000匹残ったものを春まで飼育して、最終的には約350匹ほど縦鯉として残りました。 これ350匹取れれば、すごい、まあ結果としてはいいんですけど、まああの30万匹生まれてたったの350匹しか残ってないんで、まあ普通に考えるとやはりなかなかできないっていうことです。なのでこうしてできた鯉の中から特にこう評会で いい賞を取るような恋っていうのはやはりすごい価値があることだと思います。えー、なぜ、えー、皆さん、えー、よく言われるんですけどなぜ恋は高いのかと言われますけどできないから、えー、高いんであります、えー。先ほど説明したように50万匹生まれて最終的に88匹しか残らないまあその中にこう1本すごいのが、まあ、いれば やはりなかなかできない分その一本すごいっていう声はそれなりのやはり価値のある声なのでどうしてもそういった声は値段が高くなるわけです。